吉田勉です。今日はこの原宿にありますリボンのメーカーの新藤さんのショールームにやってきています。非常に素晴らしい、この素晴らしいと言いますか、もうまず分量に驚かされます。1万以上のサンプルがあるんですけども、こうしたサンプルです。これはまあいわゆる普通の幅のリボンだろうと思いますが、素材もこの柔らかいニットと言われるものの生地もあれば、もっとこのいわゆるなんかこうひらひらとしたこれなんていうんですかね、こういうものもある、あるいはもっと紐のような幅の分もありますし、あるいは向こうに行くと水玉模様のものもあります。さまざまなデザイン、素材、デザイン、そしてこう柄といったらいいんですかね、こういうものがありまして、こちらの方に時折この社会勉強も含めて参ってきてます。日本の産業の中でやはりきめ細かいものに注目した作品というのが世界に通用している証拠だろうと思っております。新藤さんは世界に展開しているメーカーだということを承知してやってまいりました。今日はお世話になります。ありがとうございました。